日本東北地方福島県相馬市、中村中村は、福島県相馬市に存在する大技。相馬市の中の中村地区内の一つの大技である。郵便番号は976-0042。相馬市の大技である中村は、道市内の中央に位置し、相馬市役所や JR 相馬駅なども、道技内にある。同寺の周辺では北に小泉、東に、沖の内や塚の町や、 北半淵、南に中野、西に西山と同市内及び同じ中村地区の大麻とそれぞれ接するほか、南東には飯出地区である百月や大局とも接している。この中村麻内の南側に歌川が、北側に小泉川がそれぞれ流れる。相馬市による中村の世帯数は2436世帯であり、人口数は男2598人。 女2693人で合計5291人である。ちなみに中村地区の中でこの中村の世帯数、人口数が共に一番多い6月30日現在。同駅は2011年3月11日に起きた東日本大震災の影響により営業を休止していたが、同年12月21日に営業が再開した。国道百十五号が 県道121号や県道228号と、それぞれの信号所で交差する。また、国道6号は、中村麻内の南東側のみ通過する。国道6号と、国道115号との合流地点もあるが、道麻内ではなく東隣の塚の町に存在する。発着については、相馬駅からではなく、相馬営業所から発着する、一般路線や急行バスなどを担当する。 ドーバスが多い。そこから中村アザナイを回り、各方面へ通っている。ありがとうございます。